はい、皆さん、こんにちは。今日は、自律学習や、ですね、プロジェクトベースラーニング、PBL などで、参加者の皆さんから意見を出してもらって、それをすぐに投票する簡単な方法をご紹介したいと思います。まずですね、このアドレスバーに C と New と入れます。はい、C と New と書きました。これで Google シートの新しい空白のファイルが開かれます。で、ここにですね、提案してほしいことを書いて、皆さんに書いてもらいます。例えば、自分たちのクラスの名前を提案してもらうという、場合ですね。このようにクラスの名前の提案と、提案した人というふうに書きます。で、このシェアのところを、まず名前を書かなきゃいけないので、クラスの提案、名前の提案。はい。というふうにしました。はい。で、その後、リンクをですね、ここのところを制限されているのではなくて、誰か、リンクを知っている人は誰でも、書き込めるというふうにしましょう。で、ここ、ビューアーではなくて、ここを、ちょっと待ってくださいね。はい。ここをエディターにします。はい。これをエディターにして、Anyone with the link にしますね。それでコピーリンクにするわけです。はい。で、これで、で、これを、学習者の、オンラインコミュニティにペーストします。で、学習者はそのリンクからこういうふうに入ってくるわけですね。入ってきました。で、それで、例えばここに、まあ何でもいいんですけど、クラスの名前を、どうしましょうか。3年2組とかですね。まあ別に何でもいいんですけど。で、ここに村上っていうふうに入れますね。はい。こういうふうに入れましょう。で、また別の人がリンクを開いて、別の人がリンクを開いて、今度はじゃあ宝塚みたいに、そうですね。結城組とかね。というふうにしてみましょう。どうしましょうかね。名前は、山田ぐらいにしておきましょうか。はい。まあ、こんなふうに、いろいろもいろんな人に書いてもらいます。で、ここに、提案1、提案2みたいな感じで、どんどん、こんな感じで、提案してもらうわけですね。で、これをじゃあ、で、この提案を全部コピーするわけです。で、コピーした後でどうするかというと、それを皆さんに提案してもらうんですね。提案するときは、フォームニュー。こういうふうにするだけでいいです。これで新しい、新しい、Google フォームの形ができますから、じゃあ、クラスの名前の投票みたいな感じするわけですね。で、ここのところに、もうさっきの、さっきペーストしたものをそのまま、さっき、コピーしたものをそのままペーストしてしまえばいいですね。こういうふうに。こういうふうにペーストしました。もうこれで投票できます。で、もしたくさんあるときは、マルチプルチョイスじゃなくて、チェックボックスにしてもいいです。そしたら1人、2つとか投票できますね。で、それを、この、鮮度にして、まあ、できればショートメ URL にして、これをコピーすると。はい。で、これを、学習者のコミュニティに、ペーストして、皆さんは、ここからですね、こうやって、投票するというわけです。はい。で、投票結果は、ですね、まあ、さっきのこちらから見ることができます。もうレスポンスのところですね。このレスポンスのところで、こういうふうにグラフになっていますから、一目で見ることができるわけですね。はい、以上です。こういうふうに意見を、アイデアを募集して、それを皆さんに、投票してもらって決めるということが、もう本当に簡単にできますので、今日はそれをご紹介しました。以上です。失礼します。